こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日はですね、インナーチャイルドの方の普通のヤバさみたいな話をしようかなと思います。私はカウンセリングをしていてもですね、普段の生活でも結構その人の言葉遣いとかそういうものに対してとても気になるし見ています。で、その人が何を普通としているのか、何を常識をしているのかっていうところに、そのデフォルト、自分の考え方のデフォルトがあるので、これが普通になっちゃってんだみたいな感じでですね、その普通を崩していくっていうのがインナーチャイルドの作業だったりするんです。だからデフォルトを変えるみたいな言い方をしたりとかも私はよくしています。で、普通じゃないっていうのはどういうことかというと、ずっと否定され続けてたりとか、親から怒鳴られてたりとか、いつもお金がなかったりとか、親がねなくてないから使うなみたいな、あといつもお父さんお酒飲んでるの当たり前、男だからお酒飲むじゃないですかとか、酔っ払ってんの当たり前とか、家族がみんな酔っ払ってんのが普通っていう家庭もありました。あと女の子だから家事するの当たり前とか、その家族の普通がその人にとって否定されている状況だということを気づかないのがインナーチャイルドの怖いところですね。だからあなたの普通ってみたいな感じなんです。で、それをねよくね、ちょっと常識とも間違えちゃう人がいるんですけど、そこの普通です。で、親を守りたいので親の常識が普通なんですよ。つまり親のそばにいて介護するのは普通じゃないですかとか、親を助けるのが自分の役目でそれしかやっちゃいけない、それが普通なんですみたいな、どんなひどいことされても、ひどいことされてる親でも、どんな仕打ちを受けてくっても自分のことを理解してくれなくても嫌われていても親の世話をするのは普通、それ普通じゃないです。これちょっとね気をつけた方がいいんですけど、インナーチャイルドもありましたよ。だから毎週親のとこに帰って、ですごいひどい打ちっていうか、なんか結構あんたはダメよねみたいな感じで毎回言われて帰ってきてて、でもそうしないと親はいつも喧嘩してるからみたいな、その中世でも、それやめたらね親はね、またちょっと状況変わったりとかするんですね。で、普通じゃないか普通かっていうところはですね、まず自分の心を見てですね、その毎週行くのがいけないとか親の世話をするのが普通いけないとかじゃなくて、普通だから罪悪感に絡まれて、義務としてやっている義務、犠牲の上に成り立っているっていうことは普通じゃないんですね。義務として犠牲というものにやっている、なのでそこはちょっと普通じゃないです。2番目、悲しい時、感情に対しての普通ですね。悲しい時に泣くのは普通だし、怒りたい時に怒るのは普通だし、感情的に喜ぶのは普通のことなのに、その表現、いやそのことさえもなかったことにする、いわゆるなんか怒っちゃい、結構インナーチャイルド怒られて育ってきて怒ってる人最低って思うんで、怒りの感情とかを何度も言うけどコントロールすることが下手な人も多いですし、あと感情的になことに対して泣くこともいけないとかね、なんかそういうふうになんか弱さを見せちゃいけないみたいなのがすごい強いんですよ。その人の前で弱さを見せちゃいけないみたいな、だからこう固い字張ってるみたいな感じになります。で、適切に感情を表すことができないので、喜びも悲しさもなんですけど、それはねちょっと普通なことではないんですね。実はそれはすごい抑圧を受けてる、抑圧をしてるってことだからね。でも普通に大人になったら泣かないじゃないですかみたいな、やっぱりあるんですよ。っていうね、泣きますよ大人でもみたいな、そこはちょっとねやはり抑圧、普通じゃないですね。もう一つあるのが、常に自分は間違っているっていうのが普通なんですよ。インナーチャイルドの方、裏切られたり騙されたりしてもやっぱり自分がいけないんだ、やっぱり自分に魅力がないからだ、やっぱり私は自分に価値がないからだっていうことで、まず自分を責める、それは普通じゃないです。
日本人だから健常の心みたいな勝手に思っているけど、それはもう本当に普通じゃないです。わかりますか？だから普通じゃない人ってなんだっていうけど気持ち悪いんですよ、周りから見てて。え、何それみたいな。え、だって普通じゃない人ってちょっとキモいじゃないですかね。別にまあいいんですけど、ちょっと普通じゃないのはだからね、そこら辺がね常に間違ってるんですね。もっと怖いのは虐待。もう虐待は普通の方向ですよ。酔っ払ってる親を見てるのが普通の人もいたし、お父親はすっぱだかで怒鳴ってるっていう人もいました。もう虐待ですね。性的虐待も入ってんじゃんそれみたいな。見たくないもの見せてるんだから。 家の中でも子供、女性で子供で、それ女性だからやってたんだと思うんですけど、息子さんにはしないと思うんですけど、そういうふうに威嚇をするっていうのは虐待です。母親が子供のお金を使ってるもありましたね。えー、でもお母さんもお金ないからとか、いや使っちゃダメだしみたいな。ね、そのおばあちゃんからのもらったお金とかね、そういう家族のお金をですね、本当にないんならしょうがないんですけど、やっぱ使っちゃダメですよね。そういうですね、それが普通じゃないことの一つですね、やっぱ虐待もです。で、常識っていうのをみんな普通だと思うんですけど、常識は違うんですよ。だから世間の常識が普通だから、情動を逸した行為が普通じゃないみたいになっちゃうから、世間の常識さ当てはまってれば普通だと思うんですよ。大学に行ってるし、結婚してるし、親育ててくれたしとか、子供を産むの、離婚してないしとか、親の面倒を見るしっていうのが普通。いや、これ常識で、でその人その人のライフスタイルを無視して、感情を無視して、ある人生を強制するっていうのが普通じゃない行為なんです。その人の感情を見ずに、こうすれば幸せになる、もしくは反対だよね、お前はどうせダメだみたいに言われたりとか、ということは普通じゃないんです。だからみんなが、常識的にこうすれば幸せだよねって思ってる道を歩むことが普通なことじゃないんですね。それは自分の気持ちに、沿ってやっていないから。で、普通じゃないの見分け方は、常識的な人生であるかじゃないんですよ。親が全然離婚してなかったとか常識的じゃないですか。でも子供のことを虐待し続けたら、そんなの普通じゃないですよ。わかりますか？親が常識的に大企業の仕事、大企業の偉いさん、お母さんも PTA の偉いさんでも、子供のことを否定し続けてきたりとか、お前ダメだダメだとか言っていたら普通じゃないんですよ。まあ逆もありますよね、甘やかし続けたりとか。で常識的じゃないかどうかっていうことじゃなくて、普通じゃないかなんですけど、まあ、今回普通っていう言い方をしてます。自分が苦しいのか、自分が気分がいいのかで見てほしいです。わかりましたか？で、普通じゃなかったからといって幸せになれないわけじゃないんです。でもみんな普通じゃなかったになると、幸せになれないって思うから、普通っていうのを見て痛い人も多いです。わかりますか？親が離婚してると普通じゃないじゃないですかみたいな。いやいや、だからそれは普通なのみたいな。親が気分が良かったら普通なんです。でもそこに、葛藤、例えば子供を使ってお父さんを傷つけるとか、そういうことをしていたら普通じゃないんです。で、そこはですね、常に怒鳴られているのが苦しいなら普通じゃないし、親の虐待が気分がいい人は いないわけで、気分がいいか良くないかで普通か普通じゃないかっていうのを決めないといけないんです。でも多くの人はインナーチャイルド、気分分かりませんから、もうこれはもうカウンセリングとか必要です。だってインナーチャイルド診断とかやってても本当に多いですもん。自分が何考えてるか分かんない、自分の気持ちが分かんない、深い深いも分かんないみたいな。要はね、だから自分の気持ちさえ理解できなくなってるのが感情の抑圧ですから、もうこれはもうね、本当にカウンセリングしたら全然良くなりますよ。で、そうするとですね、本当の自分の普通、世の中っていうか普通で
も楽に生きれるようになるわけですよ。普通っていうのは気分がいい方を選ぶわけですから。で、普通の人生っていうのはだから自分は気分がいい人生なんで、自分のとって普通の人生で自由で楽で創造的な人生なんですよ。どんなことしても誰も怒らないし、悲しい時に悲しんでもいいし、辛い時には人に頼ってもいいしってなったら、あなたらしい個性的な人生が普通になるわけですよちょっと不思議なんですけど、ここら辺はね。だからそれは世間が求める常識的に言って幸せな人生とは違います。親が言ってきた人生とも違います。なのでここはね、ちょっとね、ちゃんと見ないとね、普通じゃないから幸せじゃないもあるし、それが普通だから、親両親がいない、いるのが普通だ、仕方がないじゃないですか。どっちかが離婚したりとかいなかったりするのは。でもそこで普通じゃなくな、普通じゃないと思って普通じゃないことをこれからの幸せじゃない理由にするっていうのは、みんなだから普通じゃない、普通だと思っているのも、そこに負荷がかかっているっていう感じなんですけどね。だからそれが、普通、自分を強制してきてるっていうことに気づいてないので、親は強制し続けてるんですけど、自分の価値観ごり押ししてるんですけど、子供が大人になった時も親に対して、いつまで経っても私のこと分かってくれないから幸せになれない、いつも褒めてくれないから私ダメなんだ、どうしてこんなに頑固なんだろうって自分が親にごり押ししてるんです。自分をしっかり頑固になってしっかり親を矯正したいと。でも普通の人生を歩めない人とはお別れする必要もあります。距離が必要です。インナーチャイルドはそういうことは分かりません。だってそれが普通だから、ずっといじめられてるのが普通だから。で自分はその人を変えられるって親は思ってるわけじゃないですか。子供を自分の好きなように矯正できる。でその人を変えないと幸せにならないっていうのが大体インナーチャイルドの親なんですけど、インナーチャイルドの子供も普通の人生が、それだから親も強制したいし自分の子供も強制したいよね。でそうしないと幸せになれないっていうか、それをすることが大切な、人を強制することが大切だと思い込みがちなので、やはり子育ての時とかね、やっぱ強制しちゃったりとかすることが多くなりがちです。ということで、普通、あなたの普通は普通じゃないかもしれないっていうところをね、ちょっともう一度よく見ていってほしいなと思います。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。